今日は浜松市中区葵西のイケメンに来ています。ライスキムチ、今食べ放題って見えなかった。食べ放題、濃厚豚骨ラーメンですか。あ、松田さんこんにちは。なんかすごい店内がすごいですね。なんていうのこれ、あ、どこ行っちゃった。すごいね、天井がなんていう、鉄骨むき出しっていうんだっけか。バイキング無料？バイキングなの？なんかラーメン屋さんでバイキングってなんか初めて見たな。あ、そうか、松田さん取りに行ったんだね。取りに行ったね。ライスも取りに行った。あ、そういうことか。さっき書いてあったね。ね、ライスとキムチ食べ放題。すごいね、店内いっぱい。ランチタイムの時間が。来た来た。濃厚豚骨ラーメン。どんな感じ？うわ、すごいでっか。チャーシューすごいでかくないですか。初めて見たこんな。美味しそう。いただきます。松田さんね、年末年始でかなり太ったって言ってましたけど。少し戻ったのかな。さんが持つとね、ザワンがちっちゃく、ちょっとカメラの位置変えたよ。いい音立てるね、マッツンさん。うまい？キムチとご飯と最高だね。松田さんいつもね、耳入れてるよね。あ、気持ちいい、美味しそうだな。外した外した。この間ね、車の中で落として探してましたね、一生懸命。あ、違う、落としたのは私だった。ごめん、松井さんじゃなかった。私が落としたんだっけ、ごめん。そう、松井さんのイヤホンを私がつけてて私が落としたんだ。すいませんでした。あ、おっきい、すごいね、まっちゃんさん。炭水化物、炭水化物だね。あれ、でも年末会った時に炭水化物控えてるんだって言ってたな。全然控えてない。でもね、仕方ない、ラーメン好きだもんね。この間ね、あのマッツンさんと彩香ちゃんと私で3人でね、焼肉食べ放題行ったんですよ。めっちゃくちゃ美味しくてね、マッツンさんね、5人前ぐらい食べてましたよ。でもね、マッツンさん一番好きなのはラーメンですからね。毎日食べてるのかな。
そんなことないか。松田さん、たまにカメラ見ますね。ついてるよ、口ついてるよ気づいた気づいた最近松田さんね、ラーメン、ね、の麺を口からピッとかね、ピュイッとか出なくなりましたね。ね、なんか綺麗に食べようとか思ってるんじゃない。以前口からピッて出た時にね、私爆笑しちゃったから、ちょっとあれじゃない、綺麗に食べなきゃとか思ってるんじゃないかな。お、チャーシュー、ラストチャーシューかな。何見てるんだろう。なんかあるんだね、この上にね。気になるな。気になる方はぜひ皆さん行ってみてくださいね。イケメンさん。ラーメンだっていいな、食べたいな。最近ね、浜松でも雪が降るんですよね。めったに浜松はね、雪とか降らないんですけどね、雪が降ったんですよ。そういう日にね、ラーメンとか食べたいですよね。あったまる。あれ？え、もうこれ終盤？もう食べ終わるんじゃないかな。キムチで、キムチとライスでフィニッシュかな。これでライスおかわりしたら面白いよね。しないか。おつゆ美味しそうだね。絶対美味しいんだね。めっちゃ飲んでるもんね。わ、大満足だね、このうなずき。マッツンさん、間違いない味でした。うん、取ってくれるよ。わ、おいしそう。綺麗なおつゆですね。完食。大満足、ごちそうさまでした。はい、今日のナレーションは横道和子でした。皆さんどうぞチャンネル登録よろしくお願いします。